囚われの歌は、イギリスの SF ドラマ、ドクター・フーの第4シリーズ第3話、2008年4月19日に BBC1 で放送された。本作では、第2シリーズ、闇の覚醒と地獄への扉で登場したウードが再登場を果たした。奴隷制という主軸のテーマが良い評価を受けた。本作の舞台は、西暦4126年のウードスフェアである。 10代目ドクターと彼のコンパニオンドナノーブルは、ウードが放仕することに喜びを感じることを発見して、彼らを奴隷種族として売り裁くウードオペレーション者を調査する。二人は、未処理のウードの集団を発見したとき、社の運用する改造に恐怖し、事態を解決して、ウードを解放しようとする。ウードの目が赤くなる現象は、何者かに寄りつかれた症状である。闇の覚醒や、 地獄への扉ではウードはビーストの支配下に置かれた。ウードスフィアは1964年のザ・センサーイズの舞台となったセンソスフィアと同じ惑星系に位置する。センソライツとウードは外見と精神性が似通っている。本作はケース・テンプルが脚本をクレアム・ハーパーが監督を担当した。エグゼクティブプロデューサーのラッセル・ T ・デイビスは2006年の二部作闇の覚醒。 地獄への扉でのウードがビーストの存在に見を取りしたため、ウードの再登場を心に描いていた。デイビスは、その後氷の惑星という用語の登場するエピソードの概要とウードを商品として売るビジネスのストーリーラインをテンプルに与えた。テンプルの本作の草案は、暗すぎる、あまりにも古い、ドクター風だとされ、テンプルは、 本作のコメンタリーで初期草案は45分内の6部作だったと主張した。テンプルとデイビスは本作が古いモンスターの楽しい再登場ではなく伝えなくてはならない実話であると感じた。テンプルは自身の脚本においてドクターがビーストの影の下にウードを見落としていたこと、ドクターが彼の短所を目にしなくてはならないことを強調した。またテンプルの脚本は ウードの奴隷性を強調しており、テンプルと主演のデイビッド・テナントの両名は、奉仕のために生まれた種族という存在は複雑であると、コメントし、テナントは、リチャード・ドーキンスの利己的遺伝子説との結びつきを、主張した。本作でのドナの役割はドクターに、さらなる人間味を持たせることで、ウードの外見を当初見をしていたドナが、ウードに、感情移入するようになった変化は、 本作と彼女のキャラクターの掘り下げに重要であった。スージー・リガットは本作の脚本をドクター・フーの重要性の一部として引用し、国内的ないし世界的に当てはまる抑圧された人々の解放に関する物語だと考えた。本作の敵対者であるクライマン・ハーペンはティム・マッキナリーが演じた。デイビスは彼のキャラクターを手に負えない中間管理職。 完璧な悪役と考えた。テンプルは彼をナルシストで傲慢で感情のない冷酷な人物と評価した。マッキナリーはひどい人間を演じるのはいつだっていいものだ。ハーペンの三次元的な悪人ぶりが嬉しいよ。彼が面向きのある人間に仕立て上がっている。とコメントした。テンプルはハーペンが活動家グループフレンズ・オブ・ザードの工作員を殺害するシーンで、 彼の本質的な特徴を具現化した。デイビストとなんとは胸が悪くなるようなゴシック様のエドガー・アラン・ポーのような運命は彼がそのような人間でなければ報われなかったろうと感じた。本作は2007年8月に撮影された。冒頭と終幕の屋外のシーンはブレコンビーコンズのトレファルクオリで撮影され、工場の外のシーンはアベルトーセメント工場で。 工場内のシーンは r a f セインとアハンの格納庫で撮影された。制作での CGI の利用は控えめであり、雪は水でくっついた紙で、ウードの頭は複雑なアニマトロニクスで撮影された。マッキナリーは肉体変化のシーン用に2層になった補鉄マスクを着用していたが、制作チームのアシスタントが 口から出てくる付属品のコンピューター生成された、モーションキャプチャーを提供していたため、これを再撮影する必要があり、マッキナニーは利用できなかった。トラアレの歌の視聴者数は750万人と、その放送された枠では最も視聴者数が多く、放送日全体では、ブリテンズ・ゴッド・タレントに次ぐ2位、その週では12位であった。本作の評価指数は87であった。 ザステージでレビューを執筆したスコット・マシューマンは本作に複雑なレビューを与えた。彼は PR ガールのソラーナはドクターとドナが脱出した時に警備員を呼んで裏切っただけでフード会社を構成する人間が彼女に代表されているのが唯一の驚きだった。ライダーが会社に潜入して働いていたのは放棄された。最速で明かされてしまったとコメントした。しかし彼はドナが シリーズの中で最も強く豊満なコンパニオンへ、急速になりつつある、ウードの自然な発達の良い解釈があったとも述べた。タイムズのケイトリン・モーランは、本作が、本当に本当に本当に良い。画面を見つめながら、土曜日の夜の早い時間に、自分の部屋の前で、どうしてこんなに良いことが起きているのかと、改めて自問するようなエピソードであると考えた。 彼女は、ドクターとドナが現代文化における奴隷について話す。シーンを楽しみ、テイトは本当に本当に We don't have slaves と言った時はそう悪くなかったと述べた。デジタルスパイのベンローソン・ジョーンズは本作に星5つの、うち5つつ星をつけた。彼は、ドクター風は、場合により、単なるファミリー向け番組という特性を超越し、胸を刺すような、 美しい悟りと彼らの暮らす世界のより壮大な感覚を視聴者に与えると言って、レビューを始め、未改造のウードを見るドナのシーンを本作の感動的なパートとして引用した。彼は、脚本、監督、演技が調和して、ウードのような演を完成するとき、ドクター風が、いかにパワフルかつ感動的になれるか、ということを本作が全体を通して実証したと考えた。 彼にとって本作の唯一の欠点はドナがウードに独身に見えるといったことだが、それ以外は極めて印象に残る忌まわしい人間性の瞑想的な調べであった。ありがとうございます。